さて、前回というか今日前半では IS 曲線というのをやりましたが、これから LM 曲線に入りますが、 LM 曲線って何かという基礎を定義に書いてありますね。貨幣市場を均衡させる利子率と組み所得の関係です。この利子率 R と国民所得 Y の関係というのは IS 曲線の時も同じです。 IS 曲線も前半にやってきた IS 曲線は財市場の均衡条件から R と Y の関係を描いたのが IS 曲線でした。ここも R と Y の関係です。何が違うかというと、こっちは財市場の均衡条件から出すものですが、 LM 曲線は貨幣市場の均衡から出すものです。これをよく理解しておいてください。座標が R と Y で一緒なので、今日これから習う LM 曲線、結論から言うとこんなふうに右上がりになるんですけれども、 LM 曲線もIS 曲線と同じグラフに書き込めるということです。座標軸を共有しているからね。そうすると結論からもう先言っちゃいますが、この2つの線が交差するこの点では IS 曲線が財市場の均衡で、 LM 曲線が貨幣市場の均衡だから、2つの市場が同時に均衡しているところが決まってくるんですね。こういう分析ができるように、これを ISLM モデルと ISLM 分析と言います。今日はそのLM 曲線の導出からやりましょう。さて、LM 曲線は貨幣市場の均衡なので、貨幣市場の均衡条件を書かないといけないんですね。貨幣市場の均衡条件ということは、貨幣供給量イコール貨幣需要量の式を作ればいいんですが、貨幣供給の方はこれは中央銀行が外政的に決めるものですね。日銀中央、日銀政策会合だって、政策会議だとか、毎月1回だから2ヶ月に1回行う、でその比較にですね、金融政策の方針が決められて、貨幣供給量これぐらいにしよう、実際にはそのコントロールが大変難しい、やり4章だったら5章でやりましたけれども、貨幣供給量ラージ円を決めるんですね。でも経済学では大事なのは実質 の値なので、ラージ円ではなくて実質貨幣供給量 P 分の M で、表されるんですね。この P は一般物価水準の P、さっきの再建金ではありません。だから、そこの貨幣市場の供給のところには P 分の円を入れるんですね。これが実質貨幣供給量になります。ちなみに固定派はどうだったかという名前を、その貨幣需要で、貨幣需要をですね、ケインズのモデルでは、こういう貨幣需要関数 L という関数、これ関数の名前ね、L か。で、貨幣需要量を表す、実質貨幣需要量を表す関数 L を定義します。この L をですね、リクイディティプレファレンス、貨幣をどれくらいプリファーするか、貨幣をどれくらい先行するか、貨幣って流動性があるといいますから、どれだけ貨幣を欲するかというのは、どれだけ流動性を欲するかということですね。つまり貨幣需要のことは流動性選択といったり、リクイディティプレファレンスというんですけれども、その貨幣需要を表す関数を L で定義したいと思います。で、この L はですね、我々が言っていきますけれども、 R と Y の関数であるというふうに考えるのがケインズの、貨幣需要の考え方。ちなみに固定派はどうやってやってたかというと、
これ余談ですけれどもね、余談ですけれども、古典派はどうやってるの？古典派は貨幣供給量、当然これは古典派だろうか、金銭とか円、これちょっと今名目で書きますよ、量 MN。 貨幣需要量はいくらかというと、みんなは古典派では貨幣を欲する理由は取引のためだけだったんだよね。取引需要しか考えない。だから、取引っていうのは世の中ワイコの生産をすればワイコの取引をするわけで、 PYN の取引金額が発生するわけですよ。でも PYN 全額は貨幣必要ないんだよね。なぜならここが1000円だとしても100円の貨幣を10回取引すれば1000円の取引ができるからね。だから貨幣 その取引回数、流通速度と言いましたね、流通速度 V をかけて VM イコール PY という固定派の貨幣資料の均衡条件をいたしましたね。これを、まあ、両辺 P で割って V を向こうに持っていくと、固定派の場合には P 分の M イコール V 分の 1Y という式になるんですね。これが固定派の式です。貨幣資料の均衡条件、実質に直すと、まあ、皆さんはこの形で習いました。この形で V が、支払い習慣慣行に依存するので V バー、固定派は Y は Y バーで、こういう式がしました。これをケンブリッジ方程式とかフィッシャーの貨幣数量方程式とかなんかどっちかというと思うんですが、その名前を問うくだらない質問の試験を出さないので僕もどっちだか忘れましたけれども、ありましたね、この式。それをちょっとこうケインズのこの式に合わせて書き換えるとこうなりますね。これが実質の貨幣供給量ですね。これが実質の貨幣需要量なんですね。V は V バーリングですから、結局固定派のモデルというのは貨幣需要が Y にしか依存しないというのが固定派のモデル、取引量。ところがケインズのモデルは Y だけじゃなくて利子率にも依存すると考えるところが固定派と違うところです。これによって大きく結果が違ってきて、固定派のモデルでは金融政策をしても M を動かしても物価水準 P が比例的に動くだけで、実物経済には何の影響を与えないという固定派の日本法が成立しましたが、ケインズの場合にはそれが成立しません。この利子率が入ってくることで、実物経済に影響を与えるようになります。その話は、まあ、後々やっていきますが、とりあえず固定派とケインズの方での違い、こことここは Y に依存するというところは一緒なんですけども、利子率が入ってくるんだよというところが固定派と大きく違うということを覚えさせてください。ちょっと余談なんだけど、各自書いておくか。さあ、それではじゃあ具体的にですね、この貨幣需要関数、なんで利子率と国民所得 Y に依存するのか、その過程をですね見てみましょう。過程、前提条件ですね。ケインズはどういう、ケインズモデルがどういうふうに貨幣需要
を定義するかということを見ていきましょう。まずケインズはですね、貨幣需要は Y と正の関係にあるだろうと考える理由を2つ挙げています。まず1つは、固定派と同じで取引道理です。当然取引するために貨幣が必要なので、貨幣を保有する理由、貨幣を需要する理由は取引に依存するだろう。取引量は当然皆さんの所得 Y に比例するよね。皆さんの所得が多ければ多いほど、 Y が大きければ大きいほど取引量も大きくなるよね。皆さんのお父さんとお母さんにいっぱい多分取引して物を買ったりしますから、必要な貨幣の量 L も貨幣需要量も大きくなりますね。したがって、一番上取引量とか Y と正の関係ということがまず、他には、まあ、取引するためだけじゃなくて、今日皆さん鮮魚でご飯食べるとね、私はぴったり530円しか使わないから530円しか入れないということではなくて、タイヤがパンクした時のためとか、ね、なんか時のためにお金1000円ぐらい入れますよね。そういう不足の事態のために、まあ、貨幣を保有する動機を予備的動機と言います。これも当然皆さんのお父さんお母さんのように所得が大きければ大きいほど予備で入れておくお金も大きくなりますね。従いまして、これも Y と正の関係になります。Y と正の関係ね。ここまでは固定派と何ら変わらないんですね。だってほら、固定派のこの貨幣需要も V は正の値ですから、 Y が増えれば貨幣需要全体も増えますよね。だから Y と取引、取引同時と予備的同時と2つ導入しましたが、どっちにしても貨幣需要は Y と正の関係で、まあ、固定と変わらないんです。ここ何が変わるかというと、3番目の投機的動機です。これが固定派と権利のモデルを分ける大きな違いになります。
ときに普通金融資産を買って高いときに売りたいので、債券の需要が値段が安くなったら債券の需要が増える。債券の需要が増えるということはみんなはどうするかというと、お金で債券を買うわけですから貨幣を手放すわけですね。貨幣を手放して債券を交換するということですね。ということで、まあ収益資産に投機する動機が生まれてくるんですね。金利が上昇する。債券の値段が安くなって、もしかしたらそれが値上がりした時に高く売れるという可能性もあるし、もしくは債券を保有すれば、決められた利息が必ず収益を生んで入りますから、貨幣を持っているのが有利なんですね。貨幣使わないと。だから、利子率が上がると債券に投資する動機が生まれますので、この動機というのは、貨幣を手放して債券を購入するわけですから、債券を購入するので、L が貨幣需要が下がるということですね。つまり、利子率 R と実質貨幣需要 L は負の関係になる。これが最後の R と負の関係です。ただ皆さんのところにはこんな細かく解説が書いてなくて、簡易な解説しか書いてないんですけども、それについては後でちょっとお話します。
こんな風に ISLM でやったらうまくできるんじゃねという感じで作ったモデルで、いろいろと矛盾がはらんでるんですね、このモデル自体が。で、実はこのリッシュというのも本来ならば動画のモデルといって時間が入ってこない、まあ実際割引現在化して時間が入ってきますけど、時間が入ってくるモデルで定義されるので、このね、ISLM のリッシュって一体何だって話し出すとすごい難しい問題になって、いろいろ矛盾がはらんでるんですね。なので、まあ、ちょっと説明がこの辺、ちぐはぐになるんですけれども、教科書によってもいろいろ違うと思います。ここでは、まあ、こういうメカニズムでリッシュが上がると債券の購入が増えて貨幣需要が減ると考えることにしましょうということです。ちょっと言われてしまいます。実際ですね、もしこの中で急に経済学が面白くなって大学院に行きたいなんていう人が増えて、いたとしたら、大学院に行くと、マクロ経済学では一切この ISLM 分析を学びません。これはもう高校までの、ここじゃない、大学までの話。ちょうど物理もそうでしょ、物理学もさ、高校でニュートン力学を習うんだけど、大学に行ったら、いやニュートン力学は間違いですって習って、もはや、まあすごい基本的な工学の問題なんかニュートン力学の式で解くかもしれないけど、本当に最先端のなんか人工衛星打ち上げるときなんかは、多分ニュートン力学じゃなくてもっと精密な式で、いろいろ軌道計算をすると思うんですが、そういうふうにね、もうこれはちょっと過去の理論で、まあ、学部レベルで学ぶものだと思っています。でも新聞を読むときとかは、まあ、これで十分ですので、 ISLM の世界で十分ですので、無駄ではありません。さて、今の、結論ってことじゃないですね、これ仮定ですね、ケインズは人々の貨幣というのはこの3つの動機で成り立っていて、それならば貨幣需要は Y と正の関係になるよね、利子率との関係になるよねというふうに仮定しているわけです。正確に言うとケインズの弟子のヒックスさんがそう仮定しているわけです。で、これをまとめますと、Y が増え始めるならば貨幣需要も増える、利子率が、利子率が上がれば債券価格が下がって債券の保有量が増えて貨幣需要量が減る、こういうふうにね、結果がまとめられます。これを使うとですね、LM 曲線を導入することができます。さて、LM 曲線の導出に行きましょう。 LM 曲線は貨幣市場の需要と供給が等しい時の R と Y の目安ですから、当然貨幣市場の均衡条件を行わなくちゃいけません。それで、まあ、R と Y どっち先に動かしてもいいんですが、利子率が価格ですので、後で価格が調整するように Y を先に動かすと、Y が上昇すると今で需要と Y の正の関係ですので、L が上昇しますね。右辺の代だから、Y が上矢印で、L が上矢印で、右辺の代。均衡を取り戻すためには、左辺は今短期分析ですから物価が動いてませんね、一定です。全国貨幣供給量は中央銀行が金融政策で勝手に決めることです。マネーサプライですから、ここは今動かしません。この経済の中で自動的に動くのは利子率差です。ですので、貨幣需要を下げればいいわけで、下げるためには利子率が逆の関係なので上がればいいわけですね。従いまして、 R 上や中心、L 下や中心で均衡が変える。以上の結果をまとめますと、 Y が上昇すると R が下や中心で上昇してますね、という結果が得られました。これをグラフに書いています。
貨幣を手放して貨幣需要が減って今貨
貨幣需要が増え、最初取引通りで貨幣需要が増えたんだけど、債券を保有する人が増えて貨幣需要が下がって銀行が取り戻された。ややこしいね。もう一回復習で次回やろう。おしまい。